プリズンホテルは、浅田次郎による小説のシリーズ、および、それを原作とする、テレビドラマ、V シネマ、漫画作品。1993年から1997年に、かけ、全4巻が、徳馬書店より刊行された。ヤクザが経営する、リゾートホテルを舞台に、主人公の作家や、従業員、宿泊客らの織り成す、人間模様を描く。 1993年に第1巻プリズンホテル夏、1994年に第2巻プリズンホテル秋、1995年に第3巻プリズンホテル冬、1997年に第4巻プリズンホテル春がそれぞれ刊行された。2017年8月時点でシリーズ累計発行部数は200万部を突破している。 テレビドラマ版は1993年と1995年に TBS 系列で単発ドラマとして2作放送された後、1999年にはテレビ朝日系列で2017年には BS ジャパンにて連続ドラマ化されている。朗読は全巻、三好翼が担当。CD 媒体のみではなく、オーディオブック配信サービスでも取り扱いがある。 単発スペシャルドラマとして、プリズンホテル暴力団御用達よくくじホテル二泊3日、ドリームツアーのタイトルで1993年12月6日に放送された。また、1年半近く経過した1995年4月3日に2作目が放送された。不祥事を起こして失業し、木戸中蔵に、 プリズンホテルへ呼び寄せられた古屋演じる元ホテルマンが主人公であるなど原作とは異なった作品となっている。キャスト1999年4月17日から6月19日までテレビ朝日系列サタデードラマ枠で放送された。全10話、主人公の木戸幸之助が女性に変更されている。一方、木戸孝之助の恋人かつ、秘書の田村清子は男性に変わり、 名前も、田村誠二に変更されている。キャストゲスト出演者主題歌スタッフサブタイトル2017年10月7日から12月16日まで、テレビ、東京系列の BS 放送局、BS ジャパンで同年同月より新設される、連続テレビドラマ枠、連続ドラマ J の第一弾として、浅田次郎プリズンホテルのタイトルで放送。キャストスタッフ1996年に発売。 2005年に DVD 化。支配人の息子で元暴走族ヘッドの主義が主人公。作画、田中司。リードコミックに連載され、同社の SP コミックスより前後巻が刊行された。原作の秋までの内容が描かれている。暴力団御用達、プリズンホテルに関するカテゴリー。ありがとうございます。